はい、皆さんこんにちは、P カーブウェブアカデミー、今日はですね P カーブのニューマン新宿店で、アシスタントの山田さんを、切っていこうと思います。何を切っていこうかと思うと思いますと、この P カーブの新しく発売したこのビギニング、このビギニングから、ですね、僕が切ったこのショートレイヤーのスタイルを今の状態から切っていこうかなと思っています。今の状態ですね、横見てもらうと、まあ、襟足のところに重さが溜まってきて、まあ、ちょっとこうウルフっぽく切ってたので、まあ、ちょっと後ろの上の部分から、短いところから下の部分にこう重さが溜まってます。だからこの部分の、重さをちょっと締めながら、今よりもうちょっとベリーショートのスタイルに切っていこうかなと思います。で、正面から見るとですね、今パートも、まあ、センターパートになってるんですけども、彼女の場合ちょっと骨格が8が張っているので、トップの部分が今こうセンターパートになっていくと、ちょうどこのレイヤーのところがこうピーってきてここにこう溜まってきちゃうんですね。でそうするとより8張りに見えてしまうので、まあ、8張りさんの場合は、まあ、パートをこう変えたりとか、あとはまあもうちょっとこう短くするなり、ちょっとこの8のところに重さが溜まらないような、長さに設定にするか、もしくは、パートを変えてあげるか、逆に長さをもうちょっと長くしてあげるか、まあ、どちらかにこう選定してくるのかなと思います。頭皮に対して45度、頭皮に対して45度、頭皮に対して45度、頭皮に対して45度というふうに上がっていきますので、それも見越した上でカットしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。お願いします。でオンベースに今の角度をキープしながら、まあ、表面切っただけでだいぶこのフォルム感っていうのがこうギュッとこう上がってきて、で乾いてくるともうちょっとこの部分が上がってくるのかなっていう感じですね。でここまで切り終えたら一応バック終了なんですけども、まあ、ここでちょっと一度チェックはしておきましょう。まあ、真上ですね、真上に引き出して、で顔周り、もみ上げ、前髪は最後もう一度フィット感を高めるために乾かしてから調整していきますので、まあ、デザイン性の高いところは一旦残した状態で決めてあります。